界スポーツいろいろ楽しみます。ニューサンピア姫路夢咲さんでございます。なんかもっと綺麗にできないと面白くない。この子、今週急に読んでた、今回は姫路市にあるキャンプビレッジカロリン村にやってきました。アクセス抜群で初心者の私たちにぴったりの設備の行き届いたキャンプ場です。シャワーととても綺麗なトイレがあり、アウトドアに慣れていなくても安心です。AC 電源と専用水道のあるオートサイトのほか、フリーサイト、宿泊施設もあります。陶芸体験やデイキャンプもすることができ、ドッグランにニジマス釣りと自然を満喫しながら様々な体験をすることができます。なんと50キロ、すごいね。大丈夫、150キロなら郷さんが一人乗っても大丈夫。じゃあどう、沈み具合どう？もうギリあとちょっとコットを設置することで大きく変わったテント泊。地面から一段上に寝ることで暖かさを確保しました。以前には存在しなかった快適なベッドルームが目に飛び込んできます。愛犬たちもゆったりとくつろぐことができます。お疲れ様です。ほんまに疲れ様はい、お疲れ様。乾杯。はい、お昼はこの稲葉のカレーとナンです。いい感じだな。おー、いい感じだっけ。あ、ちょちょちょ、まあ、わらけるおいしさ、これか、わらけるおいしさ。今全然らしい日が、よいしょ、はい、自然満載な、なんかね、いいやん。けどフリーサイト A、B、C、で D、E なんかな。でぐるっと回ってる感じなの。けどあそこの C サイトには電源っぽいのがあるね。お風呂はね、今回は車でだいたい5分ぐらいのところにあります。ニューサンピア姫路夢咲さんです。ここの温泉を、割引チケットがねもらってあるんで、これ持って行ったらこの700円が600円になるということなんですけど、もうちょっとね今日は安いかもしれませんよということなんで、それでは早速見てみましょう。はい、はい、こちらね、夢を味わう夢街道こちらですね、温泉宴会スポーツいろいろ楽しみます。ニューサンピア姫路夢咲さんでございます。でね、ここがラストサムライの撮影地となってましてですね、西の比叡山と言われてます書写キャンペーン、500円ですね。2枚、2枚、
めっちゃあるやん数。これであと置いとくだけです。い、奥様に焚き火を、はい、火打ち石でやるの、それとも固形燃料でやる。とりあえずフェザースティックが作りたいんだけど、この辺のとこ、まあ、そう、これも削いでいくの、うん、削っていくんじゃなくて、うん、でも削れていくのよ。ちょっと続けなきゃ。硬いのよ。硬い。疲れた。なんかもっと綺麗にできないと面白くない。うん、大丈夫？すごい目合わさない。ヤンニョムチキン風やろ。お疲れ様です。あ、おいしい。寒いから冷えてんじゃん。まあ、ヤンニョムチキンは、うん、コチジャンダルにつけた唐揚げをチーズに絡めて食べる、うん、知ってた。唐揚げは近くの職場流で揚げてきました。前回も使ったコチジャンダル、たっぷりと絡めて、いや、どう？うん、うん、いける？めっちゃ美味しい。うん、ではピザ焼きます。うん、ちょうどいいサイズ、ちょうどいいサイズ。いただきます。いただきます。はい、いくよ。開けて、せーの、どい。二次会のサラダチキンスモーク、そう、サラダチキン、ハーブサラダチキンスモークでございます。もういいですね。で現在ね、幕内の温度は 13.2 度です。外はねもっと寒かったと思うんやけど、電源あるんでね、電気ファンヒーター置いてあるので結構快適に過ごせています。今回ねこのスキットルに入ってるこっちがウイスキーで、こっちがテキーラです。これねスキットルに入った状態で売ってたんやけど、両方とも1000円ちょっとぐらい、結構ねお買い得な商品です。多分美味しいと思います。あ、寒かったね。本間さんと寒かった。どう、うん、はい、これでいいですか。ちょっとそのまま、うん、どう、多分このままの方が美味しいです。あ、そう、はい、そのまま私割らずにいきます。はい、大成功。スモークチキンね、そっちがいい。スモークもスモークされてるじゃんか。うん、うわ、ごいごい、ハムやね。うん、カミロのテキーラをそのままぶいっといかんな。でもそれ用の40度で、はい、いけます。シンコデマヨの味です。シンコデマヨ懐かしい。Walking down the street on clouds instead of the concrete, I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Standing on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop,
It is my time. Cause I know what it's like to be broke.おしゃれで過ごしやすく優しい村長さんのいるキャンプビレッジカロリン村はアウトドア初心者にとってまたすぐに行きたくなるアットホームなキャンプ場でした。近くにはコンビニやスーパー、ホームセンターがあり、足りないものがあってもすぐに買いに行くことができました。温泉施設も最高でしたよ。これからも夫婦とワンコで楽しめるスポットをご紹介していきたいと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。いかがでしたか、2回目のキャンプ。そろそろできてきたっぽくなってきたと思いますが、まだまだ成長したいと思いますので、それではまた次の動画ではいたしましょう。グッバイ。よいしょ。 No, I won't stop. It is my timeI know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down.